南中との同時展開が功を奏し、長安の吸収は成功。またこの時、知遇に富む魏将脅威を下し仲間に加えた。一方、南中の平定も無事達成。葬儀攻略の体制は盤石となった。ならば今こそ一騎加勢に葬儀の本拠たる巨匠を目指す。蜀軍は勢いを借り、長安からかつての都洛陽へと進軍した。洛陽は魏にとって西方からの侵攻を防ぐ要衝となる地。魏軍の堅守が予想されたが、蜀軍はさして抵抗を受けず進む。これも長安奇襲の効果と息上がる蜀の将兵たち。しかし魏軍を知る脅威はこの状況に不審なものを感じていた。不気味な静けさが包む旧都洛陽で蜀軍を待つものは何か。策謀の匂いの中を長鋒、漢口、馬体、脅威が駆ける。まで突き進む。こうもあっさり洛陽に入れるとは。長鋒殿、何か嫌な感じがしませんか。さあな、ま、罠くらいあるだろうさ。けどお前の指揮がありゃ大丈夫だろう。しかし先の戦まで私は魏の将でした。その私に指揮を任せるなど一体。試してんだよ、お前の才と人間をな。変な真似すりゃ皇族の本体がお前を撃つ。なんてな。冗談だよ、お前が敵の内情に一番詳しい。そんだけだ。冒頭殿も上将もお前を高く買ってる。あの人たちをがっかりさせないでくれよな。長鋒殿、ありがとうございます。わかりました、必ずや期待に応えましょう。ああ、それより殿はやめてくれ。長鋒でいい、脅威。ああ、わかった、長鋒。では、始めよう。魏軍の陣容は概ね把握しています。本体の到着まで私の指示に従ってください。蜀軍だ、かなうわけねえ。逃げろ。敵は我らの勢いに圧倒されている。逃がさず撃ち取るぞ。おかしい、守りが薄すぎる。洛陽の守りはこの程度ではないはずだが。きっとこっちの勢いに落ち着いたんだよ。このまま一気に制圧しちゃおうか。今だ、門を閉じよ。職人を分断するのだ。一斉攻撃に遭っているようです。軍を場外に伏しておいたのか。ひとまず矢を避けられる位置まで移動せよ。安全な場所などここにもない。それが戦というものだ。場内の指揮を取っているのは核か。核を撃破し脱出するぞ。他を寄せつけ
私が食い止める。皆は早く奥へ。バカ言うな、観光。お前だけ残していけるかよ。いや、ここは観光に任せよう。無理をするな。城下と合流しよう。どこで道だった。素晴らしいご活躍、お見事です。ここから先は誰も通さない。いざ、カン・アンコク、参る。お前はすでに私の術中よ。このままではキリがない。武器庫を制圧し、火炎者を止めなくても。カンコ、大丈夫かよ。一人で無茶しなきゃいいんだな。やる。早く合流して加勢しなくても。いたぞ、敵はあそこだ。皆一斉にかかれ。敵の新手が来たなら、こちらから向かい叩くまで。観光殿ならきっと大丈夫だよ。こっちはこっちでやることやらなきゃね。まさかここまで来るとは。こっちの準備で万全だ。ただな、何でも一人で抱えるな。俺たちを頼れ。信じ合えてこそ一人前だ。行こう、みんな。よろしく頼む。さすがですね、
頼りがいがあるって感じです。よし、全員生きて脱出できた。さあ、味方を救出し、宗妃を倒すぞ。ここに敵は来ないって聞いてたんだが、まあ、来ちゃったら戦うしかないよな。シラシ城ってんだ。まあ、忘れてくれて構わないぜ。味方の本隊が到着しました。長安からの部隊も南中遠征組も一緒です。おお、来てくれたか。でも恐れるものはない。さて、さっきの炎上しろ。敵はどこだ。南中王猛角が残らず食らってやろう。おお、恐怖、観光、お前たちの力ガスカ天橋よっとくに並ぶほどだな。そうだ、お前たち兄弟となれ。我ら兄弟と同じように、兄弟か。悪くない響きだな、観光。ああ、愛が増える。忠徹も過去も存外だらしない。やむを得ん、この宗士官が相手をしてやろう。今の私は諸君の大使を支えるに宗妃の覇道弾かせてもらう。しいご活躍。かような失態を演じると、お恥ずかしいかも。さよう、やる。私に挑む。よかろう。かかってくるがいい。私が遅れを取るとはな。この借り、巨匠にて返させてもらうぞ。この戦、私たちの勝利だ。ちっ、ままならぬものよ。よし、みんな勝ち抜くだ。おお、いよいよ次は決戦だね。この天下に神の世を築くため、乱世を終えよう。私たちの手で。若い奴らを眺めるってのも悪くねえもんだな。世代をつなぎ育て託す、それこそが人の世のあるべき姿。願わくは戦のないよう託したかったが。それも目前だ。曹操を倒せば戦乱の時代は終わる。天下に生まれ来る全ての子らに穏やかな世を見せてやる。